はい、始まりました。今日もジョイフル、はい、はい、お久しぶりです。お久しぶりです。こんにちは。お久しぶりか先週ぶりですね。はい、はい、皆さんこんにちは。こんにちは。はい、はい、琉球大学モダンジャズオーケストラによります、今日もジョイフル始まりました。イエイ。はい、同じことしか言ってないね。はい、本日、はい、じゃあまず最初は自己紹介から始めますか。はい、じゃあ若田さんお願いします。私からトランペット吹いてます。4年次の東若菜です。よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあ僕の、はい、紹介ですね。はい、はい、皆さんこんにちは。今モジョではバリトンサックスを吹いています、元部長の南波浩二です。よろしくお願いします。元部長、イエーイ。元部長、はい、ですね、本日はメンバーがちょっと遅れておりまして、はい、そうですね、後に何人来るのかな、3人4人5人、うん、まあ、はい、3人以上は来るということで、はい、はい、今は平和でございます。はい、平和でございます。そうですね、はい、そうですね、はい、だんだんねごちゃごちゃしてくるので、はい、皆さんお楽しみにしておいてください。はい、そうですね、じゃあまずは、うん、今日は何の日コーナーを勝手に、何の日コーナー、そうですね、あの今日みんなが遅れるっていうんで必死であのネタを探したんですけども、うん、ありがとう。今日は何の日っていうのをちょっと調べました。うん、今日は、うん、骨と関節の日らしいです。骨と関節の日、はい、あの明日が体育の日ですよね。うん、明日の体育の日っていうこともあって、うん、あの骨と関節の健康に気をつけようと日本整形学科が整形外科学会が制定したらしくて、うん、骨と関節の日らしいですね。うん、なるほど。骨と関節に何か思い出ありますか？骨と関節、関節ならめっちゃ思い出あるよ。ありますか？先週話したけど。そうですね、あの先週話した内容にね、あの骨を折ったとかそうそうそう、いろんなエピソードありましたけども。骨は折ったことないけど、関節を、関節はしょっちゅうやってますね。あー、なるほど。膝カックにされただけで膝の関節やられるんでグルコサミン飲まないといけない。じゃあもう気をつけないといけないですね。僕も昨日あのね、一昨日かマラソンの練習をして、うん、はい、膝の関節をやっちゃったんで、うん、はい、今ずっとシップやってます、はい、本末転倒、本末転倒ですね。では今日があの誕生日の著名人を紹介しますね。高梨沙羅選手、高梨沙羅選手、はい、女子あのスキージャンプ選手ですね。ああ、1996年らしいですよ。若いね。僕の一個下、ええー、すごいな。はい、ってことは私の二個下か。二、はい、個下ですね。わお。次はあの平野綾さんですね。歌手の平野綾さん、うんうん、あとウエンツエイジ、ウエンツエイジ1995年、ああ、はい、ウエンツエイジが今日が誕生日という、うん、ということで、まあ、うん、ウエンツエイジといえばということで、といえばといえば、うん、まあ、といえばってこともないんですけども、うん、我が、うん、モジョの創立者である、うん、イグサミキさんの作ったバンドドキドキパニックのフリフリシェイクというね、CM でウエンツエイジが出ていましたということで、うん、あ、そういうことだったの。そういうことです、そういうことです。そうなんだ、はい、ということで、うん、ドキドキパニックでフリフリシェイクをかけて、うん、今日は始まりたいと思います。はい、はい、では聞いてください。ドキドキパニックでフリフリシェイク。
はい、始まりました。今日もジョイフル。はい、はい、ただいまね、あのメンバーが揃いました。揃ってるまあまあまあね、この後も来るということなんですけども、うん、メンバーがね、だいぶ、はい、とりあえず自己紹介していいですか。はい、ありがとうございます。ごめんなさい、タクトさんのマイク入れてなかった、もう一回お願いします。そうちゃんとマイク入れてくんない。はい、入ってる。これ入ってます。入ってます、入ってます。大丈夫だよ。本当、はい、大丈夫。みんな一回声入れといたら、あーあーあーオッケーオッケーオッケー、聞こえてる。オッケーオッケーオッケー、ちゃんと近づいてね、喋ってください、ね。はい、近づいて喋りましょう。はい、まあ、マイク持っててもいいよ。はい、はい、ね、はい、ということで、はい、遅れてきました、タクティです。です。なんかないのみんな。なんかないのみんな。イエーイ。初参加です、八木沢です。はい、よろしくお願いします。初だよ。初か、初か、はい、初めてです。もう2回目ぐらい。初めまして。はい、じゃあ同じく初参加です、竹本です。はい、よろしくお願いします。はい、1年生ね、どっちも。あ、そうです。うん、で、あと、はい、トランペットのノイです。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで、今日ね、あの何するか自分ちゃんと聞いてないんだけど。ええ、まあ、あの、とりあえず僕らどうでした、あのいなかったやつ聞いてました。オープニングは聞いてないけど、あのつけたらフリフリシェイク。よかったでしょ、フリフリシェイク。うん、はい、着信来たね。はい、ただ途中でね、LINE がね、プンって。あれ、うち、あれうちです。だよね。あの、焦ったよね、あの時。やべえって。その後すぐフェードアウトしたからね。恥ずかしい、恥ずかしい。やばいやばい、消そう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 って。これ以上連続でポンポンポンってきたらやばいって。まあね、あ、まあ、あの、来る前に説明したのは、今日は何の日コーナーみたいな感じで、何の日か説明したんですけど、今日は骨と関節の日らしいんですよ。骨と関節の日。はい。骨と関節の日。骨じゃん。そうなんですよね。うん、はい。まあまあまあ。まあ明日が体育の日だから、うん、今日は骨と関節の日にしましょうっていう感じでつけたらしいんですけど。体を大事にね。はい。うん、で、あと、ね、今日が誕生日の日を人の著名人をちょっと言ったんですけど、うん、まあ高梨沙羅選手。はい。1996年ってよ。ノイと同い年。え、違いますよ。え、一個上じゃんノイの。一個上か。ああ、でもうち早生まれなので98です。そっか、若っか。まあ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 、大して変わんないけど大丈夫。大して変わんないよね。変わんない、よかった。で、あと声優の平野綾さん、うん、あとウエンツエイジ。ウエンツエイジなんだ。はい、テンテレ、テンテレ戦士、うん、はい、だからフリフリシェイク。フリフリだからフリフリ流したんだ、フリフリ。はいはい。最初繋がりが見えんくて、ね、ウエンツエイジが CM 出てるもんね。はい、踊ってる踊ってる。知らんかったよ。そうですね、ちゃんと見てください。はい、YouTube にあの上がってますからね、ちゃんと。ミキさんも出てるやつあるよ、ミキさん出てるバージョン。そうなんだ。、うん、びっくりした。これは見なきゃですね、うん、見なきゃ見なきゃ、我らがミキさんの。はい、では、今日の、あ、というかさ、新しい1年生2人来たからさ、うん、もうちょっと詳しく自己紹介してもらおうよ。そうだね。うん、私も知らないもん、まだ。え、あ、じゃあ自己紹介したら水飲んできていい。音乾いた。ちょっとしかる。え、カズイ最初ぐじゃん。これからね。あ、オッケー。お、はじめまして、どうも。誰だ。1年生の八木沢和正と申します。はい、イエーイ。はい、じゃあ、はい、楽器は、楽器ピアノやってます。1999年生まれです。若いよ。若い、若いよ。早生まれ。早生まれです。あ、そうなんだ。だよね、うん、1月です。なるほど。じゃあ来年もしかしたら2000年生まれが来る。もしかしたら来ますね。そうだね、2000年生まれ。怖い、ね、俺の弟と一緒さ。怖っ。2000年生まれか。そうですね。じゃあ、最近あったショックなことを話すと、髪の毛がお手よりも短くされたことです。似合ってるじゃん。あ、本当ですか。うん、あった、うん、髪色も変わった。髪色は伸びてきてるままで、うん、そのまんま色変わってたところを、うん、もう切っちゃったんで、あ、もうだから、はい、もうちょっと音量変えてもらいます。緊張してます。だそうです。もうちょっと以上です。はい、はい、じゃあ新1年生の滝本裕太郎です。お、
残念ながら楽器はまだありません。まだないまだないで終わんないで、はい、ごめんコミュ障発揮してしまった僕もね最近ちょっとコミュ障が、ね、再発しててあんまり喋れないんだ頑張ろうぜ。トランペットコミュ障しかいないいや基本モジョってコミュ障ですからね意外と初回に戻りましょう初回に戻ろう戻ろうそんな、なんだっけ、今どっちの紹介なの。あ、僕です。出身は、出身、あ、出身、滋賀県です。滋賀県、滋賀県、琵琶湖。なかなかね、いないよね、滋賀県出身、琵琶湖だね。言うたびに琵琶湖って言われますそうだよね。琵琶湖以外は返答で帰ってきたことないんで。そうだろ。あの、僕知り合いに、なんだっけ、琵琶湖じゃねえや滋賀出身の知り合いいるから、うん、あ、マジですか。うん、ネットだけどね。ネットかいネットかい。なんかラーメン有名よね。なんとかラーメン、なんだっけ、忘れたけど忘れちゃった。最近聞いた話は、京都に泊まるより滋賀に泊まる方が安いから、よく滋賀に泊まってるって。あ、そうです。あの、一応京都大津からめっちゃ近いんですよ、うん、で、もう電車乗ったら5分とか10分で行けるんで。そんな近いの。めっちゃ近いんだ、なんで京都に泊まらずに大津とかのちょっとホテル泊まって安いんで、で朝起きて京都行ってまた夜滋賀に帰ってくるみたいな。へえーえー、そうなんだ。そうなんだ、いいこと聞いたね。滋賀去年行ったね。行った行った。うちは行ってないですけど。そう、あの、滋賀バンド数人でね。そうそうそう。ともさん、うちの、あのバンドメンバーのともさんの友達の結婚式をお祝いにね、うん、行きましたね。うん。長浜ですね。うん？長浜です。長浜。どこ行ったっけあれ？長浜らへんだったんじゃない？上らへんだった気がする。ね。うん。だーって。一応琵琶湖が眺められるところで二次会だったね、うん、そうそうそう、うん、残念ながら曇り残念ながら曇り、ちょっとしか見れなかった。え、ともさんってあのともさんですか。ともさん、うん、あのともさん、あのともさんですか。あのともひろさん、俺あのともさんと小学校一緒だったらしいんですよ。は、小学校一緒俺この間知ったんですけどマジで、はい、そうなんだ。たまたまちょっと地元の話したら、うん、どこどこ小学校にいたよって言われて、え、うん、俺もっすよみたいな一回り一回り以上違うんですけど、すげえな、そういうなんだ。へえ、たまたま会ってみたいな、うん、今ツイキャスの方で佐藤みきひこ佐藤さんから、滋賀といえば TM レボリューション。あ、そうです。そうなの。そうです、 TM レボリューション。そうなんだ。どういうこと、 TM レボリューション。出身、あ、出身です。出身、あの、あれは風受けてこうやってるやつ。滋賀県なんで TM ごっこって知ってます？うん、TM ごっこ、ちょっと何それ、 TM ごっこって。あれでしょ、なんか、なんだっけ、なんか水場のところでこうやって立って、あーつ、裸でバーって。あ、ちょっと違います。裸じゃないですけど。あの、台風が来てる時にベランダに出て、裸で。それは沖縄でもやれるやつじゃん。楽しい、絶対楽しいやつじゃん。やりやすい。愛知でもやってる人いるけど。あー、楽しそう、それ。これ面白いな。今度やるわ。やってください。沖縄はきっと一番いいです。裸でやるの。あ、上半身裸で。あ、上半身裸で。え、なんていう曲だっけそれね。ホットリミットですね。ホットリミット。そうそう、あ、じゃあホットリミットをじゃあかけましょうか。後で流そうよ。かけよね。かけましょうね。流そう流そう。流したい。へえ、知らなかった。へえ。そうなんだ。うん。じゃあ今日のコーナーに移りましょう。お、なんだなんだコーナー。え、あるの。今日コーナー何？僕は知らないよ。僕は知らないよ。この何なの。じゃあちょっと曲に移りましょうかね。はい、まずね、はい、まず TM レボリューション、ね。じゃあ TM レボリューション、じゃあ、あの、もう一回やって。もう一回、もう一回よ。はいはいはい。ちゃんと与えてあげる。じゃあ、はい、ゆうたろう、曲紹介お願いします。それじゃあ TM レボリューションでホットリミットです。
もしもし、はい。ナンバー、いい？いい？大丈夫？はい。はい、そう。僕らが遅れた理由から話そうっていう話になって。そう。まあ、詳細は、ノイさんに喋ってもらうんですけれども、私たちさっきまで、コンベンションシティにいました。うん。はい。まあ、何があったのか。ね。あ、ちょっと待って、その前に、もう2人来たよ。2名来た。入ってこい。おはようございます。おはようございます。はい、おはようございます。こんにちは。あ、ラムちゃんだ。そう、マイク、マイクはどうしようか。シェアで。シェアで。今日こっちね、新メンバーじゃなくてまたね、参入しました。こんにちは。こんにちは。今日人多いね。すごいね、連日ね、先週と引き続き今日も大人数でお届けしております、今日もジョイフル、一緒にやろうね。うわ、めっちゃくつくやらしい。やらしくはないでしょ。はい、下心なんてない。はい、じゃあ2年目ありおめでとう。おめでとう。2年目。ああプライベートな、プライベートしじゃねえ。何の人？そう、ここ4人も遅れてきたの今日。あ、ちょっと遅れたの。そうなんだ。そう、オープニングのオープニングのさ、なんだっけ、フリフリシェイクを聞きながら今日こっちに来たわけ。あ、フリフリシェイクしてたんだ。そう、フリフリシェイクしてた。ウィンテージが今日誕生日らしいの。はい。で、フリフリシェイクの CM に出てたウィンテージだから、フリフリシェイクの曲を流そうって流したらしいの。はい。うんうん。そう。うん、うちは我らがミキさんのね、フリフリシェイクを。この話3回目。いいんじゃない、宣伝だよ。ミキさんの曲で唯一カラオケに入ってる曲だからさ、みんな歌ってほしい。みんな歌ってください、うんね、はい、歌いましょうね。覚えます、頑張ります。絵面しかも服が両方黒の V ネック。割とね、かぶってんだ。ツイキャスとユーストリームには伝わるかもしれないけどね。両方黒の V ネック。両方黒の V ネックに、なんかつなぎ系ズボンと上着のなんか合体したやつを着てるつなぎ系の2人、うん、近いんだよね、距離がね。ここも服の色かぶってる。本当だ。じゃあまず説明しましょうか、はい、リュウテンさんとか。そうだね。あと自己紹介お願いします。お願いします。はい、どうぞ。どうも、バンマスのアミスケです。本日出演3回目です。はい、よろしくお願いします。お願いします。もその中国人担当リュウです。毎回自己紹介違うよね。前なんだっけ。前、うん、先週なんだっけ。先週、 あなたの耳の恋人なんとかみたいな。え、初めましての方もお久しぶりの方もこんにちは。あなたの耳の恋人リュウです。あ、そうだそうだそうだ。うん。いつもじゃない、毎週しかも覚えてんだね、毎回。すげえな。そう、これね、なんかグラグラするよね。あ、そう、さ、遅れてきた理由を話そうと思って。遅れた理由ラジオで話した。理由がね、ちょっとね、のいちゃんから喋ってもらえた。コンベンションシティでスカイハイのライブに行ってました。そう、スカイハイトリプル A いるじゃないですか。トリプル A の日高光弘がなんか個人で活動してるやつで、うん、じゃあスカイハイ流します。スカイハイ、スカイハイでなんか曲ある？好きな、デビュー前の一番いいやつでいいんじゃん。デビュー前がいいの。デビュー前が、メジャーデビュー前が好きです。うん、なんか中2から好きなんですけど。そんな前からある？そんな前から。もう熱狂的なファンだよね。あ、初めて聞いた。初めて聞いた。そうなんだ。スパイエアだね。スカイハイね。どういうバンドなんですか？バンドっていうか、ラッパーです。へー、あ、どっかに。
プルのラップ担当が一人だってこと。そうですね。あ、ここについてるやつどっか行った。あ、そっか、ラップ好きだったの。うん、忘れてた。え、何の曲が好き？違う。違う。俺はいろいろあるから。危ない危ない。肝。他何持ってんのそれ？ん？これは塩素さんからいただいた。あ、この下り。激辛マニアまだ。これはまだ。今から 何かしらの罰ゲーム。そう、うん、今から下らそうと思ってるけど。あ、じゃあ待っとくね。下らせる何もないの。ゲームがないの。うん、うん、え、だからリュウテン来るからリュウテンに任せようっつって今喋ってた。嘘。じゃあもうちなみに水飲んだら辛さが増すらしい。えー、そうなの。だからもう激、激ヤバなやつ。ヤバいやつだ。そう、逃げ道ないっす。ずっと氷含んどかない。ゆうたろう好きそう。どうしてそうなんですか。遅刻したやつある。ゆうたろう好きそうだよ。辛いの好きでしょ、ゆうたろう。好きそうな顔はしてる。あ、僕はそう思ったことないですけど。も、ものともせず食いそう。うん、なんか真顔で食べてそう。なんか、いや、別に美味しいっすよとか言いながら。ちょっと分からないです。カズは多分焦ったら当たらないでしょ。ダメですね、うん、汗だくになりますよ、本当に、うん、いや、なんか話す内容ある？なければ俺話そうか。あ、なんかあの昨日ね、那覇祭りって、ね、あ、行きましたね。あー、なるほどね。楽しかった。なんかいいな。あ、じゃあ文句言っていいですか。そろそろ文句言っていいですか。もう特にもうこの2人と、うん、あと文句を言いたいんですけど、メンバーが、まあ、リュウテンさんとアミスケさんと、あとノイさんと、あともう一人、元バンマスのアキノリさんと、うん、でもう一人1年生の僕と、もう一人タクヤってやつがいるんですけど、うん、それ行ってきたわけですよ。外使いも入りましたね、うん、で行ってきたんですけど、なんだろうな、このリア充率みたいな。祭りだからしゃあないんだろうけど、なんだろうな、このリア充率みたいな。うちらは別にもともと別だし。まあまあ。いやいや、まあまあね。モゾあるあるだよね。居場所ねえなぁ。モゾ自体ね、リア充だらけだし。うんうん、え、俺ちゃんと意見持って、行くって言ってた。行きますって言ったそっちだ。そうですね。はい、論破。そこまで論破じゃないっすよ。今の全然全然。でもさこっちのね、あれ言うとさ、やっぱ行くって言ったら断れないじゃん、後輩って。ね。断れる状況でした。でも、むしろ断ろうとしたよね、最初。はい、じゃあもう終わり。なんか毎年言うけどさ、ね、ノイたちも思わん、なんか、いつも一緒にいるから、たまにゲストみたいな来たら嬉しいよね。カップルでいつも一緒にいるから、なんかたまに別の人が混じると3人カップルプラス、例えば俺たちプラスマスタカとか、うん、普通嬉しくない？なんか楽しくない？まあたまにな。あんまないってことですね、それはね。いいんだね。わかんないけど、ノイは2人がいいんだね。トーク番組にゲスト来たみたいで俺たち嬉しいけど。嬉しい。そうなんだ。今食べたら楽しくないじゃん。よし、じゃあさっき言ってたスカイハイ用意できたので、それを流しましょうかね。じゃあノイさん、曲紹介お願いします。スカイハイのメジャーデビュー前に出しているフローティンラボのアルバムからワンバイワンです。ワンバイワン。
インスタ映えがすごくてさ、はい、そんなピンクとか始まりましたカラフルなうどん作ったよお前がインスタ映えすんの、え、はい、照明に使われるだけさ、始まりましたよ、はい始まりました、始まりました、はい、始まった、うどん作った話、そう、うどん作ったの、うどん作ったの、あのね、なんだっけ、そう、薄力粉だけ使ってうどん作ったんだけど、めっちゃ美味しかった、麺すごい、麺作ったの、そう、うん、それも定年退職したおじさんがいることそんなそんなことないでしょそんなことないでしょ、いや、なんか おっさんだってそば打ちたがるじゃんまあまあまあ、まあね、確かにありがちだけどあの、なんだっけ、写真見せてよ、インスタ映えするんでしょ、写真ね、うん、ちょっと待ってね、インスタ映え、うん、ツイッターから入ろうかな割と時間かかると思う、なんか意外と料理ってします、このメンバーは皆さん、たまに得意料理とかありますか、得意料理、あ、今日餃子作ります、作る、作ります、あ、うちらもシチュー作る、ね、あ、そうだね、うん、あ、2人で餃子作ろうと思ってたのに、うわじゃねえよじゃあ1年生は最近、うん、ズボラ飯にハマってて、あ、そう、昨日言ったんですけど、白米あるじゃないですか、うん、白米ちょっと熱々にして、うん、こうバター乗っけるんですよ、うん、バター乗っけてホロホロにした状態で醤油かけてくるのちょっとハマってて、あ、美味しいね、友達に聞いたんですけど、すごい美味しくて、おめんどくせえってなった時は結構やってますね、いいねそれゆうたろうは、そう思い出した、ご飯の上に、はいはい、かつお節と醤油とマヨネーズ、あー、うん、絶対うまい、美味しかったよ、あ、それ前やった、やった、え、自分何も考えずにそれやったんですけど、マジでそれあるんですね、うん、美味しいよねなんか美味しそうと思って やったら美味しいと思って食べてたんですけど、うん、美味しいよ、あるんだ、え、単純にバターに醤油が好き、わかる、バター醤油は、バター醤油好き、ご飯に、うん、うん、バター醤油だけがさすがにバター醤油だけに、ね、きついどう食べるみたいな、ほぼ油だからね、バターダマでいくんだダマで、あ、そうつらい、あとね、韓国海苔あるじゃん、韓国海苔ばらし、ばらして、で、卵黄だけ乗っけて、うん、で、ごま油でちょっと醤油、うん、で、韓国風卵かけご飯みたいな、うん、あ、なるほどね、うん、おいしい、を自分の好きなアニメでやってた、うん、バンプ将軍が、ごま油でパンツ、ゆうたろうとかなんか作ったりする、僕全く作れないんです、料理、うん、全くできないんで、あ、夏休みが大変で、僕毎日夏休み食堂行ったらいいんですけど、僕ちょっと家から出たくなかったんで、うん、毎日お茶漬けを食べてます、お茶漬け美味しいよね、引きこもってた、うん、お茶漬けって最高のズボラだよ、あ、そうですね作ろうと思わないの、作ろうと思う気もない、もう気もしますけど、ああちょっと僕んちちょっとスーパーが遠いんで、ああそうだね、なるほどね、確かにね、それはあれだ、うん、あ、この前雑炊作ったらめっちゃ美味しかったです、何の、普通の卵雑炊なんですけど、うん、なんか白だしと醤油と生姜使って、うん、で最後の卵、卵めっちゃ美味しかった、まあそうこの間キムチ雑炊作りました、なんでそんな雑炊作ってんの、え、なんか雑炊食べたいって言われてまあ言って僕もうどんだからね、まあ、卵雑炊まだ残ってるよ、オレンジ2日前ぐらいだけど、いやな、自分で作る、美味しそうって言ったじゃんいや、それだったら自分で作る、2日前だったら自分で作る、あ、で、うどん出てきて、おー、すげー、そっちのインスタ映え、 うん、そっちのね、フィットチーネみたい、あ、茹でる前のこの、あ、茹でた後はそんなにしてます、切り終わった瞬間がインスタ映えなのかな、茹で終わったのが、あ、つけうどんでした、つけ、うん、まあ冷やしうどん、冷やしうどん、冷やしうどん、何、ね、なんだって、チャーハンぐらい、チャーハンぐらい作れよあ、チャーハン1回だけ作りましたよ、1回餃子イエーイ、餃子一人暮らし始めてから作りすぎて、なんかご、なんかもう作るスピードがめっちゃ速くなる、職人じゃん、職人じゃん、一人で黙々と作ってます時間忘れるよね、餃子作ってたら、麺打ち男子は、麺打ち男子ダメ、
ダメなの？俺実家では豚まん作りますよ、豚まん。すごい。あ、なんかこの前作ってなかったっけ？作りました。この前の帰省で、ね、あのコネキがあるので、コネキってあるんですよ。欲しい。粉入れて、あとはもうピッて押せば自動で回してくれるので、うん、それに水足したら、うん、勝手に。え、持ってきて。そうですね、パンコネキみたいな。それ持ってこないっすよ。ただ僕が使っ、バースデーケーキとかも作ってましたしね。あ、そうそうそう。あ、うん、あれはね、炊飯器。最近料理ハマってない、ね、あ、そうそう、あの骨折治ったから両手使えると思って、ね、そうそう。豚まんは蒸すの、それとも炊飯器で蒸します。へー、蒸し器もあるので実家には。すごい、はい、で、あんも全部手で叩くんですよ、うん、豚肉を、うん、フードプロセッサーやったら肉汁が逃げちゃうので、うん、手で叩いた方がお肉がホロホロってなって美味しいので、はい、すごい自信作で。動物愛護団体に怒られます。ホロホロにしてこの前さ、ナンも作ったんだよね。マンゴー作ったの？ナン。ほら、おお、すごい、ナンっぽい。このカレーの具は何？なんかこれはね、違う、これね、じゃがいもじゃなくて、ね、玉ねぎ。玉ねぎ丸ごと、丸ごとじゃない、あの4等分してそのままボンって入れたから。あ、でか。火通らな。ナン作った。あ、すごい、美味しそう。ただアングルが一緒っていうね。確かに。若菜さんは何か作るんですか？自分はなんかもう卒論がそんな感じなんで。あ、そうだよね。そう、なんかでも卒論に取り組んで、なんか自分でなんか今まではレシピ見ないとなんか作れなかったのが、なんか適当にあれ使ってみようとか、なんかレシピじゃなくて創作でなんか作るようになって。いいですね。なんか楽しいけど、自分の好みでやったら、もう自分のなんか思考でしか料理を作らんくなって偏ってしまう。パクチーの砂肝料理に特化してしまう。砂肝とは、そうだね、研究の沖縄の島野菜使った料理とか、うん、偏ってしまってる。あ、うまそう。雑炊うまそう。おいしそう。何入れたんだっけ。生姜と白だしと醤油。あ、ソフラン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 。注文剤。めっちゃいい感じした。マジで。でもソフラン入ってると思う。ちょっと柔らかそうだもんね。柔軟剤入ってるから。うん。ホロホロし。絶対マジで。冬になると、冬になるとよくあの手羽中の生姜のスープ作ります。へえ、うまそう。なんかお母さんがよく昔作ってて、思い出しながら作ったら、うん、意外と、うん、あ、同じ味と思うね。なんか親と同じ味ならない。そう、なりますね。ね、思考似てるんだよね、多分ね。いや、多分なんか舌が覚えてるんだ。舌か、そうか。その味になるんだ。全然再現したことない。嘘。ハンバーグぐらい。一回なんかお母さんが作るなんか白菜のクリーム煮みたいな、白菜のベーコンのクリーム煮がめっちゃ好きで、私、うん、何十回と食べてる、何百回と食べてるんですけど、うん、でもなんかこの前自分で作ろうとしたらなんか全然もうめっちゃまずくて、あ、全然わかんねえみたいな、ミルク入れすぎたとか、うん、マジで、うん、なんかさ、自分煮物の味が親に似る。あ、煮物、うん、煮物とかは出ますよね、多分 ね家庭の味が、うん、なんだろうね、分量一緒なのかな。いや、すごい、あの卵焼きが家庭によって違いません？あ、そうだね。僕は甘いんですよ、うん、私も甘い。へぇー、だし醤油、あの巻く卵は甘いけど、うん、他はそんな甘くないかな。スクランブルエッグすら甘くする、私。へぇー、そうなんだ。へぇー、ケチャップと合うから。あ、そうね。そう、なんか胡椒だけじゃないですか、普通は。うんうん、なんかそれだとケチャップと馴染まないって感じなので、うん、はいはいはい、だから砂糖入れます。へぇ、砂糖と醤油入れて、甘ーい、甘ーい。確かにね、今どっちも言ったもんな、うん、うん、卵焼き、お酒入れる？卵焼き、お酒、料理酒入れるんだけど。へぇ、卵焼きいいんすか。卵焼き、料理酒 と溶けるチーズ、うわー、うまい。そう、めっちゃ香り良くて。へぇ、いいね。やってみて、まず。お酒はないんすよ、今うちに。え、でも料理酒は買えるよ。買えるんすか？なんか友達みりんダメなんですよ、ね、みりんは買えない。あー、料理酒は買えないんですか。そうなん。そう、みりん買えないんですよ。みりんお酒なの、うん、なんなんすか、みりん風調味料ってやつしか買えない。
みりん風調味料、本みりんじゃなくて、本みりんは未成年買えないけど、はい、そうだっけ、変なの飲まんでしょいや、あのミキさんがコーレグース買えると思いますよ。コーレグース買えるんだ。ミキさんが何もなかったらみりん飲むかって言ってましたよ。ミキさんがこの狂ってる、やばいだろ、体に言うそう。俺の中学校の先輩がコーレグースでベルンベルン寄って、じゃあ保健遊び屋さんで、弱いですね、マジで、本当に無理につけてますね、青森だもん。そうですよね、じゃあアルコール全部飛ばしてるんだと思ってた。いや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 、じゃああれそばに入れて食べて、その後運転したらまずいのかってなるよね。入れすぎたら、じゃあこれを逆手に取って、飲酒運転捕まったら、氷グスって言えば、マネジャーだ。でも言うて量で多分分かると思うけどね。こんなに食べんやろみたいな。どんな味覚したみたいな。でもそんな入れませんよね。うんうん。超いいぐらい、10滴多くても、うん、10滴だね、うん、よっぽど弱かったんじゃないですか、辛いもの好きの若菜さんでさえ、あ、違う違う、あの先輩はわざとあガダバーって入れたんだ、酔えるのかみたいな、酔えるのかいっぱい入れたらどうなんだろうみたいな、うん、好奇心で、うん、そう飲みまくって普通に辛そうでもこれグイス本当美味しいよ知ってます知ってます最低知ってる人が聞いてるこのラジオそうだね、ゆうたろう知ってる、あれ僕最近知りました、なんか蕎麦屋さんとかラーメン屋さんとかに赤いやつでしたっけ、うんうん、ラーメン屋さんにはないかな、ラーメン屋さんですか、じゃあ知らないです、諦めるなお酢みたいなやつ、うん、お酢じゃないお酢じゃないんだけど、なんかその色の、うん、わからないです、わかんない、なんか学科の友達がコーレグス食堂に持ってきてて、マジで相当好きやつじゃあそれで沖縄そばを頼んだこの残った器に、うん、食べ終わった器にそれ入れて、うん、はいって渡されて飲んだら全部氷やばい死ぬか死ぬかの、それ面白そう、あれ刺身の醤油に入れて食べても美味しい、あ、美味しいね、美味しいね、わさびとかの代わりにね、あ、美味しい、だってからし、からしじゃない、唐辛子普通に醤油につけて食べたりしますもんね、うん、そうなの、自分さ、そうめん、そうめんあったかいやつあるじゃん、うん、あれにね、割と入れてた、美味しそう、めっちゃ美味しい、あれあった、あ、スープ系のそうめん、うん、あ、はい、乳麺か、乳麺、そう、乳麺、あれ美味しかった、うん、何この前沖縄、はい、ちょっとコメント読みましょうね、はい、この前沖縄行った時、沖縄そば食べたら、テーブルにあった、知ってます、そうですね結構ありますよね、まあそうそう、東京行ったら東京タワーあったみたいなコメントいやいやいや、気をつけてくださいねそんな怒んなくてよくないとか、せっかくさ沖縄じゃない人が見てくれてんだからさありがとうございますいや、どこの人ですか、ミキヒコさん、さっきなんか東京、東京、東京、どこでしょうか、割とコメントくれてるのはデコピンってなんだ、東京から見て、東京からなんだ、ありがとうございます、本当にね、南波の友達とこの人ぐらいじゃん今見てるの、東京で今日はどうなんですかね、さっき LINE 送ったから今日は間に合ってないかも、素敵な友達だね、あの山野に来た子ですよ、あ、うん、そう、友達それ近い、それ近いでしょ、今度なんかさ、その前に言って、女性の皆さん彼氏にするならコックさんを捕まえようって書いてえ、自分より料理うまいの嫌だ、嫌だ、いや、一緒に楽しめる人だったらいいけど、ああ神経質じゃなければ、あ、なんかこれ違うとか言われそう、こうじゃない今日は自由に作らせてよって思う目分量許さないみたいなじゃあ曲に移りましょうか、はい、曲に移る、じゃあ若菜さん、あ、やったが言ってた、やった、はい、これは合ってるんじゃないですかね、じゃあ、うん、若菜さん曲紹介お願いします、はい、アレクサンドロスでウェイトレスウェイトレスです、ドロスか、
Rock。 違う。ごめん、あ、しかもね、多分だけどね、マイク入ってねえわ。最低だく。最低だ。違う。曲から言ってこう上げようっていう考えてたら、うん、そうだね。行っちゃったと思って。ごめんね、ありがとうございます。違うから。はい。ゆるさん。曲が違う。もう一回、もう一回やっていいよ。いいよ。いいの？スクールオブロークっつってね。スクールオブロークっつって言ってたから、うん、はい。じゃあこれからちょっとあのゲームやります。ワードブルーです、はい。まあ知ってる人は知ってる人、知らない人は調べてください。あの罰ゲームがしたいがためにちょっとねこのゲームやります。そう、罰ゲームが現れたんで。そう。現れたってか、激辛のラーメンもらいました。ラーメンじゃねえ、演奏さんから激辛のお菓子を。ちょ、リュウテン本当にやめてくれる？ということでワードブルーやります、はい。じゃあ回しますね。はい。ナンバからナンバから2000円ゲットだせ。たとえヒルの中、はい、ナンバからです。皮膚の中なんだろう。はい、はい、ルールを教えてもらっていいですか？ワードがあのなんだろう、みんなに今配られてるね、はいはい、単語が。で、いつもいつでもうまく、一人一人言葉が配られてるんだけど、二通りあるわけ。そのうちの少人数だった方が負けで、当てられたら負けっていうゲーム。うん、ただそれだけ。まあやってみたらわかる。うん。少人数当てられたら負けだし、もし当てられなかったら多数の方が負けだね。うん。何かよく分かってるか知らない。じゃあこの、ま、回してる間に、そう、小話していい？うん。昨日ディアマンタスのライブ見たんですけど。うん。まあ、9割何っていうか分かんないんですよ。9割何っていうか分かんなくて。スペイン語ですか？スペイン語、スペイン語で、大事なところ分かんないんですよ。会いたくて会いたくてこの気持ちラッチュメテラッテティソ。この気持ちなんだろう。あの麦職人の CM のあの曲、ずっと麦って言ってることが判明する。狭だ狭だでしょ。ムギムギって言って、セバダ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 歌えない。面白かったですね。はい、ゲーム開始しましょう。トークふわふわだよ。はい、はい、じゃあさ、あのとりあえずどんなお題かはみんな分かんないんだけど、うん、なんだろうな、そのこうだよねっていうのは言えるから、うん、それであのそのお題、誰がどのお題なのかを当てていくような、うん、推理するようなゲーム、うん、まあ面白いよね。うん、面白い、うん、面白い。あ、もう始まってんだね。うん、面白いよね。面白いですよ。面白い、面白い人だね。面白い人だね。もう結構司会とかね行くし、うん、昨日見たよ、昨日見た、うん、昨日一昨日ぐらい見た、うん。まあ、とりあえず言えば人物、うんうんうん、人物でよろしい、うん、あ、自分、お父さんと同い年です。あ、そうなんだ、あ、そうなんだ、そんな年なの、うん、そうなの、うん、自分も1945年生まれです、うん、へ、自分もお父さんと誕生日も年も一緒。あら、あ、マジで、もうそんな人なんだ。血液型も一緒。もうその人なんじゃん。じゃあ身長は身長も一緒。身長は違う。身長違う、うん、一緒にしろよ。大きい、いいでしょ、それは。大きい、うんうん、うん、そうなんだ、結構ちっちゃいイメージある。うん、どんなだろう、わかんないや、身長、本当の身長なんかさ、うん、わかんないね。有名人のさ身長ってさあんまわかんなくない？わかんない。そう、テレビで見た感じわかんない、ね、思った。あのね、リンカーンの大運動会見てたの、うん、まあ、そこに出てたんだけど、このお、あ、うん、まあ、みんな意気共通かな、はいはい。あのね、話すとおりやけど、ミヤゾンがね、意外にちっちゃかった。マジで？そうなんすか？大きいイメージある。170…172? わかんない。意外と低い。びっくりした。キムタクも意外と小さいですよね、確か。あ、そうだね。そうなん、ジャニーズ基本なんかサバ読んでん、結構。あ、サバ読んでん、あの人たち。シークレットブーツ、ファンが炎上するよ。確かにファンによって炎上する。あ、トーク終わっちゃう。あ、終わった。あ、はい。はい、ということで全然わかんないよ。結局全然分かんなかったね。あと1分伸ばそう。あと1分ちょっと確信に迫ろう。あと1分伸ばしたらね、終わっちゃう。終わっちゃうんですよね、番組がね。え、誰が分かるわけないじゃん。あ、もうこれあれだ、いいや。
じゃあ誰が、なんだ、少数派か、少数派か、3人よね、3人、あ、じゃあ、うん、3人、3人、3人、少数派3人です、うん、まあ誰か1人でもいいよ、1人、1人、1人、うん、じゃあいきます、はい、せーの、全然刺さない、もう分からないでいいよ、え、僕ナンバだと思う俺、多くないですか、ナンバ多い、じゃあ名前でしょ、じゃあ名前だ名前何僕ですか、うん、松本ひとさんです、あ、ちげ、え、え、松本ひとし、俺もですよね、はい、私も松本ひとし、えぇ、やった、わかった、岡村隆、やったね、リンクアン大運動会出てなかった、確かに、かった、ね、うん、あっち出ないなと思ってたから、ちょっとあれだった、浜だと思った、あ、そうですね、松本と浜だったと思う、だからリンカーン動画やってもう行っちゃったんだけど、うん、はい、もう終わっちゃう、あ、終わっちゃうね、終わっちゃう、ということでじゃあ、罰ゲームはこの後やります、はい、ツイキャスの皆さんは見れますのでよろしくお願いします、それではバイバーイ、完全にバイバーイ、ありがとうございました。